三軸バスとは三つの車軸を有するバスである。本校では四つの軸を有する四軸バスについても解説する。二階建てバスの場合は構造上、重量上ほぼ三軸バスとなる。二階建て車両バスも参照。全世界的に道路を通行する車両はその寸法や重量などが法律などによって定められている。例えば日本では 道路運送車両法により保安基準が定められていて、特に車両総重量は20トンあるいは25トン未満と定められている。また、車軸の軸重は10トン未満となるように定められている。保安基準による寸法と重量の枠ギリギリまで大型化が進んだバスにおいては、軸重もまた余裕のほとんどない設定となり、そのため豪華な内装品などの装備や、 スーパーハイデッカーボディなどの仮装が困難な状況となる。ハイデッカー車の重量は14から16トンほどで、あるが内装品の相違やホイールベースと車体の長さによっては、車両総重量が20トンに迫る。一方、軸重は原則1車軸あたり10トン未満と定められているため、2車軸で20トンを消化せねばならず、保安基準によって定められた軸重に対しての余裕が、 さほど存在しない。一般的に自動車の重量は最低でも1 0ラム台、場合によっては1 0 0ラム台の余裕を持たせることが多い。また、乗車転移を原因する場合、リアエンジンバスでは後方に、エンジンやトランスミッションなどの比較的重量のある部品が集中しており、燃料タンクを全軸付近に持ってきたり、ホイールベースとオーバーハングを調整することにより、 軸重を調整しているため、まるでヤロベーのように前後の重量バランスを取ることになり、車両によっては前後軸の軸重が課題となり車検適合が不可能となる。そのため、これらの問題を手っ取り早く解決する方法として、車軸の複数化を取る手法が見られた。2車軸では1車軸で10トン近く消化する必要があるが、3車軸の場合は1車軸あたりお,およそ6.7トン。 4車軸の場合は1車軸あたり5トンほどで済むことになる。小型3軸バスのクセニッツシティ3カナザワフラットバスの車両が存在する。3軸バスは全世界的にはまだまだ健在であるものの、日本国内においては2軸型のバス設計の進歩や導入事業者による重装備仕様の要求減少などにより3軸型の車両は衰退した。 日本で三軸バスが衰退した理由としては二階建てバスの生産終了が大きく、最後まで残った三菱不装、エアロキングも2010年8月末をもって生産を終了した。国産三軸バスの生産終了後は、スカニアジャパンにより、バンホールアストロメガが輸入されている。伝説バスとしては、前述のメルセデス・ベンツ・シターロが三菱不装によって輸入されているほか、 2019年には国産初のハイブリッド連接バスがイスズ自動車及び日野自動車から発売されている。車軸数を4つに増やした4軸バスも存在する。ネオプラン、メガライナーは世界初の2階建て4軸バスであり、その他にスカニアの K388X2 が存在する。日本国内では大型トラックヒノ プロフィアの提唱4軸車シをベースとした2階建てオープントップバスを使用し、西鉄バスが福岡オープントップバスを運行している。日本における未発売の試作3軸車としては、いすず自動車と慶応義塾大学、川崎市のベンチャー企業シムドライブが共同で製作した電動提唱フルフラットバス桜が2011年の東京モーターショーに出展された。 2011年12月から2012年1月にかけて神奈川中央交通、京浜急行バスによる実証走行も行われた。シャーシの基本構造は通常の二軸バスとほぼ同等であるが、追加した車軸に操舵機構を装備することが多い。日産ディーゼルや三菱不装、ボルボやドレクメーラー、バンホールなどはアクチュエーターによるアクティブステアを行う方式を 採用し、ネオプランは大圧によるパッシブステアによって逆移送を取る方式を採用している。駆動用のエンジンが車体中央もしくは車軸よりも後方とされているが、車体の中央に近い車軸を駆動軸とすることが多い。一方、アメリカのグレーハウンド社が使用している MCI 製やプレイボ製のバスでは複数軸を有するものの、後々はニソ打ダ機構を装備していない。 これは北米大陸に位置するアメリカ本土においては逆移送となるような操打機構が必要となる場面が少なく延々と続く直線道路を走り続ける場面の方が多いためと思われる。1982年に国産初の三軸観光バスとして発売された日産ディーゼルの KDA50T は RA 系の部品を流用したため後ろ前軸は シングルの重輪、後々軸をダブルタイヤの駆動軸としており、アメリカ三軸バスと同じ構成となっていた。1963年に三菱不走が路線バスのラッシュ対策として製造した長弱車の MR430、イギリスのベッドフォードが製造したバルでは前輪二軸構造が採用された。伝説バスにおける事例としては、ボルボ b 10M では、 ヘッドの車体中央部にエンジンを搭載し、ヘッド側の五軸を駆動する方式をとっていた。日本では三菱不走により輸入され、神奈川中央交通や京成バスなどが導入したメルセデスベンツ・スターロではトレーラー側にエンジンを搭載し、後の軸を駆動してヘッドを推進する方式をとっている。バスの技術、旧福岡オープントップバス、日本バスともの会。 トムス2011開催、本物のイノベーションを桜に見た。月間コマーシャルモーター公式ブログ、コマモアネクス。2018年7月19日閲覧。電動提唱大型フルフラットバスの思想評価を実施いたします。株式会社シムドライブ公式サイト。 http://www.sim-drive.com スッラッシュニューススラッシュ2011スラッシュ1216バス HTML2018 年7月19日閲覧電動低照大型フルフラットバスの思想評価を実施平成23年度環境省のチャレンジ25地域づくり事業の一環として株式会社シム ドライブニュースリリース。2018年7月19日閲覧。不送ニュース2000年11月号三菱不送。ありがとうございます。